つなぎます。Bye.
YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。ビアレン長崎普及インストラクターの前田祐介です。さあ、今日も始まりました。ビアレン長崎ステイホーム企画ということで、この企画は週末をお家で過ごされているファン、サポーターの皆様に、ステイホームを楽しんでいただくこと、そしてもっとビアレン長崎を感じていただきたいという思いから企画しました。第4弾の今日は、ビアレン長崎を支えるベテランと語る会。をテーマにお送りします、また YouTube ではコメントを募集しております。ご視聴いただいている皆さん、ぜひコメントをどしどしよろしくお願いいたします。では早速選手の皆さんをお呼びしましょう。まずはじめに背番号6、角田誠選手。はい、お願いします。はい、お願いします。背番号11、玉田圭司選手。こんばんは。こんばんは、お願いします。背番号22、徳永雄平選手。はい、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。背番号30、徳重健太選手。はい、こんばんは、
こんばんは。お願いします、はい。ありがとうございます。改めて皆さんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、徳重選手。はい。ヒゲすごいですね。ヒゲがすごいって。あと背景が、どうした背景は、あれですか、ちょっと携帯の関係で。携帯が古すぎました。携帯古めなんで、携帯が古めでちょっと対応してる。すいません、こっちのミスです。すいません。こっちのミスです。すいません。よろしくお願いします。お願いします。では早速このコーナーからいきたいと思います、今日のコーディネートチェックということで、ま、勝手なんですけど本当に皆さんすごくおしゃれなイメージがあるので本日のポイントをちょっと伺っていきたいなと思ってます、まず今日のコーディネートのポイントを教えていただきたいんですが、じゃあ角田選手からいいですか。はい。今日のコーディネートは特になく、まあ黒い服なんで。黒ですか？色何が好きとかありますか？色はもう黒、ほぼ黒の服しか持ってないんじゃないかなっていうぐらい黒が好きなんで。はい。だから今日も黒い服を着てます。ポイントとかは何も、無印がやっぱり。ああ、そうそう、僕無地がいいんですよ。ああ、そうなんですね。黒がもう大量にあるっていう。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ次、徳永選手。はい。どうすかね、それ、なんか見たことありますね。いや、もう、あれですね。Why always me? ちょっと言えてないですけど。always me? それ、あれですか、ですね、誰かが作ったとか。誰かが作ったんですよ。誰ですか。誰だと思います。誰ですかね。いやいやいや。知ってるんで非常に言いづらいですけど。もうそれですね。あれですよね。もうそれがこれですもん。河野選手ですね。もう河野修斗選手が作った、はい、愛用してます。本当後輩思いですね。いやいや普通にかっこいいですよ。全然切れます、はい。はい。ありがとうございます。次は、玉田選手。はい。僕もね、黒、ちょっとかぶっちゃってるんだけど。本当っすね。3人黒ですね。はい。まあ、基本僕も、まあ、無地とか、まあ、あってもワンポイントぐらいの T シャツが好きなんで。はい。はい。シンプルですね。まあ、はい。見えてるのかな、これ。見ます。はい。ステラ・マッカートニーの T シャツなんですけど。あ、ちょっと後でその辺も詳しく聞いてください。はい。はい。ありがとうございます。徳重選手、お願いします。僕はこの。ずるいって。いやー、もうありがとうございます。いや、めっちゃいいやん、それ。見た目はゴリラ。中身はプーさんですね。もう全然人間入ってないやん。いやもうまさにですね、でもね。ああ、本当ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今日のために調達した。これは、この言葉は、うん、長崎に来て初めて雄平と取材で対談したときに、雄平が俺のことをこういう記者の人に紹介して、そしたらその時のキーパーたちがその言葉を T シャツにしてプレゼント。いいね。バッチリですね。いいね。いやもう本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次行きますね。次さっきあったんですけど、好きなブランドとかあれば教えていただきたいなと思うんですけど、じゃあ玉田選手、好きなブランド、
ブランド、好きなブランド、洋服のブランド。ブランドね。ブランドは、そうですね、デラックスとかベドウィンっていうブランドがあるんですけど、はい。それはちょっと知り合いの人がいて、はい。まあ、安く購入できたりとかするんで、よく来てますね。それちなみにどこで買えるんですか？ネットでも買えると思うんですけど、店舗は東京にあるんですけどね。東京にしかないですか？はい、ないと思います。あとは、うん、どっかセレクトショップに入ってたりはすると思います。そこまで詳しくちょっとわかんないです。はい。すいません。いえいえ、ありがとうございます。はい。じゃあ、角田選手ありますか？いや、特にないかな。もう黒ければいいかなって感じ。だから最近思うのは、はい、ユニクロとかが一番いいんじゃないかな。ああ、ワンシーズンで捨てれるでしょ。そうですね、安いし。そう、俺結構服捨てんの嫌なんですよ。これをワンシーズンで基本捨てれるから、ね、まあ、捨てれるっていうのもおかしい。その鎌変えれるんで気軽に、はい、だからで結構みんなこれ知ってんのか知らんのか分かんないですけど、はい、ユニクロってもう絶対流行り押さえてるから。あ、はいはい、いいブランドのやつとほぼ似たのユニクロにあるから、うん、ユニクロで何でもカバーできちゃうっていう。そうそうそう、まあその全身ユニクロやったらねちょっと寂しいですけど。でそれはたまにはいいのも着たいけど、まあでも今はユニクロを結構行きますね。ユニクロっていうことですね。はい、ありがとうございます。はい、徳永選手。もうこれですね。あ、これですか。もうこれ一本で。最近これですね。はい。着ないです。それしか、それ一枚しかないんちゃうの。これいっぱいあるんですよ、これが。何枚それ売ってんの？それ何枚ですよ、これ。うん。半袖もありますよね。この半袖も持ってるし。ありますよね。あります。白もあるし。もうおすすめ。大体これですね。本当後輩思いだな。ありがとうございます。いやいやそんなことないです。じゃあ、最後、徳重選手。それっすか？それブランド名は何？謎。本当にブランドとか何かあります？好きなブランド。ディーゼル？あお。ディーゼルは結構サイズ大きいのあるから。サイズ 3L とかですか？うん、3L もあるね。本当ですか？見たことないわ。ディーゼル、あ、はい、知ってますね。うん、はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。次に、こだわりしましたもんね。こだわり、皆さん、先ほどお話しされたので、次のテーマいきますか、じゃあ、次のテーマ。はいはい、ジェネレーションギャップ。今季も若手、特になんかフレッシュな選手が新たにチームに加わったんですけど、うん、若手選手と話してて、まあ、見ててでもいいんですけど、ここギャップ感じるなっていうのあったら、ちょっと教えていただきたいなと思います。角田選手。はい。いますか？ギャップ。ジェネレーションギャップ。いや、あんま感じひん気がしてるんですよね、実は。ああ、じゃあまだまだ若手ってことですね。いや、そういうわけじゃないけど。今俺一人暮らししてるんですけど、結構テレビ見るんですよ。はい、はい、はいはい。でそういう話をよくするから、はい、同じ感覚で、特に今ずっとテラスハウス見てて、これ番組名とか出していいの？ああ、もう出てるけど、はい、もうしゃあライブだから、はい、それを見てて結構みんなと話すんで、ああ、じゃあ朝日ともよくテラスハウスの話するから、大概、本当ですか？そう、だから結構ね、で自分も結構若いと思って、たまに自分の年齢確認するともう36やから。37やから。ってのは結構思いますね。
だって上永選手って19でしょ。そう。もう一回り違いますよね。いや以上。ね。そんなに感じんかな。まあ、この世界やっぱ若いんでね、周りが。ああ。そんな感じない気はしてますね。まだまだやっぱり自分も若いぞってことですね。そしたら。まあ、錯覚してるだけやね。じゃあ、玉田選手とかあります、はい、そうですね、僕もね、やっぱり若手と合わせなきゃいけない、向こうが合わせてくれることってやっぱりないから、はい、こっちが合わせなきゃいけないっていうところが多いんだけど、はい、あるのは、感じたのは、あのちょうどこれ、YouTube で配信してるんですけど、はいはいはい、YouTuber をすごい若手見てるんですよね。あ、食事中に携帯で、はい、YouTuber を見てて、はい、なんかその YouTuber が1日何歩で過ごすみたいなっていうのを黙々と食事しながら見てて、それ誰ですか、タマさん。誰だったかな。そんなおもんなさそうなって言うだけで。いやそんなこと言っちゃちょっとあれですけど。誰か味だけど。なさそうなね。それを黙々と見てて、ちょっと俺にはできないなって思いましたね。はい、なんかでも若くないか、大竹選手も YouTube 始めたとかですよね。はい、始めたね。若くないんですけどね、大竹選手は。独身だから。YouTuber になろうとしてるんですかね。YouTuber って誰でもなれるんですか。YouTuber は自称もいるのでなれるんじゃないですかね。うん。あ、もう誰でも。自称 YouTuber って言っちゃえば YouTuber になるんじゃないですか。違うんすかね。そうなんや。YouTube は確かに、今みんな見てますもんね。小学生とかも YouTube 見てて、YouTuber なりたいっていう子も多いから、ちょっとね、そうですね。でも、徳重選手とかも YouTube 見ます？ YouTube。たまにあの車の YouTube とか見てる。車車が走るとこっすか。そう、走り屋の走り屋の走り屋の運転席で、はい、運転してる、そのなんていうの、運転してる絵を他の人がずっと撮ってるみたい、はい、それ結構あの過激なドライブを、ドライバーの絵とか。全然。あ、全然。うん。へぇ。それ見て、癒されてますか、ね、それ見て、いいなぁ。欲しいなぁ。あ、車そういうことですね。はいはい。わかりました、わかりました。あ、そういうことか。はい、ありがとうございます。徳永選手、ありますか？俺はすごいあるね。あります？あります、あります、もう。どんな？やっぱり若い子たちはやっぱり SNS の使い方とかすごい上手いし、その携帯ゲーム、アプリとかで結構通信でゲームしたりしてるんですけど、はい、全然わかんないっていうか、あんま興味がないから、結構それもひたすらやってるんですよね、あのロッカーとかで。はい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 。だから何がそんな楽しいのかなと思って、時間もったいないなと思いながら見て、そういうのはすごい感じますね、いつも。説教仕上げてよ。はよ帰れやと思って練習しようと思って、もうそんなところに固まってないで。まだいいのみたいな。練習後してなんか飯食って治療し終わった後に、はい、まだロッカーでこう何人かで固まって通信ゲームしてて、結構あるでしょそれ。ありますね。まだいいのっつって。じゃあ帰るね俺はっつって先に。ちなみに誰もゲームやられてないですか、ここのベテラン選手の方々は。オンラインゲーム、携帯の。まあやんないね。やんないっすよ。やってない。
やらないね。携帯はやらないですね。やらないですね。でも、暇で、任天堂スイッチライトを買ったんですよ。はい。ほんま、自粛になった次の日ぐらいに。はいはいはい。3日しかやってないね。もう、やっぱね、すぐ飽きるんだよ。今、売ろうかなってめちゃめちゃ考えてる。今、それ買えないんじゃないの？え？簡単に買えないんじゃないの？いや、それがね、初めやからまた買えたんですよ。ちょっと高かったですけど。ああ、そうなんだ。はい。で、スマブラ？スマッシュ？はいはいはい。なんか、あ、それも朝日とかが言ってんけど、めっちゃ面白いっすよって言って、はい。買ったんやけど、もう全然できんから。ほんまに、だからあれ以来やってないね。もうそれこそ1ヶ月ぐらいやってないですね。買ったで。でも今、買えないですからね。で、もう見たいね。買えないし、うん、もう角田選手あれじゃないですか。一人だからっていうのもあるんじゃないですか。まあ、確かに。確かに。いたらやるかもね。一人で仕事からやってもちょっと面白くないですもんね。うん、そうそう、その、そうそう、通信しようかって話でんけど。うん、ああ、はいはい。そんなんもう、もう、とうの昔に流れたね。ありがとうございます。じゃあ、徳重選手、なんかギャップありますか？感じたなっていう。ギャップやっぱ最近の流行りの歌とか、そういう話をしてるともう全然よくわからない。ついていけない。わかんないですね、確かに。なんかヒゲ男爵、ヒゲ男爵って言ってて。はい、まさにですね。うん。わかんないですか？最初わかんなかったもん。ヒゲ。ヒゲなのに。ルネッサンスって言ってたの。違うんすけど、みたいな。こっちですか？俺らの中で忘れないね。俺ら世代にヒゲ男爵、それやもんな。確かに。そうそう。ルネッサンスって言ったら。こっちっすね。違うんすけどってさらって言われて。そっちじゃないよと。江川に。ちなみにどういう音楽聞くんすか？徳重選手。あ、俺？はい。俺最近はヒップホップ系。ああ。うん、ハンニャとか、はいはい、AT9 とか。こよ。とか。ぽいっすね。うん、うん。合ってますね。ぽい。Thank you, man. 本当、すみません。本当、ありがとうございます。そんなこと言わないけど。いや、本当、今日、ベテランの方々で、僕もちょっと安心してます。皆さん、助けられてます。ありがとうございます。いや次テーマいきますね。ちょっとここからはプレーシーンとかも振り返っていきたいと思うんですけど、長崎でのゴールシーン、セーブシーンを振り返っていきたいなと思うんですけど、玉田選手、加入後、はい、印象に残ってるゴールシーンってありますか？やっぱり長崎に来ての初ゴールが一番印象深いですね。はい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 、はい、あのゴールですね。これ映像流れんの？あ、準備してますお、いきます。いい、ね、はい、ではそのシーン見てみましょう。どうぞ。少々お待ちください。ああ、ブラボー。これ喜んだんだけどね、俺以上に磯が喜んでてね。ボール持ってきて。これ、絶対取れないですね。もう一回。磯のシーン出てこないかな。うん、どこいます？ほら、ボール取ったでしょ、今。はい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 。あ、ボール取り。この後すぐボール取り行って。はい。俺以上にガッツポーズしたんだよね。珍しい、磯が。そう。珍しい、磯村選手。
え、このフリーキックってもう狙うとこっていうのは決めてたんですか？はい、狙うとこは決めてますね。ああ。はい。基本練習で、あの角度で練習することが多いんで。はい。まあ自信持ってあの角度に蹴りましたね。え、この時って、キッカー、誰か争うことってなかったですか？なかったですね。あ、もうじゃあ、玉田選手、行ってくださいっていう感じで。そうですね。まああの角度であれば左足が蹴るんで、はい。俺か、まあ傭兵かかなっていう感じですね。はい、そうですね。うん。で、長崎来て初ゴールですよね。やっぱ、はい、それまでに得点が取れないっていうのもあって、なんかこう、心境的にモヤモヤしてたとかっていうのもやっぱありましたか？まあ、モヤモヤはなかったですけど、まあ、早く点取りたいなっていう気持ちはありましたね。ああ。うん。で、取れたことでやっぱり、心境的にも楽になったっていう感じありますか？そうですね。まあ、移籍が初めてじゃないんで、他のチーム、はい、名古屋からセレッソに行ったときとか、セレッソから名古屋に戻ったときとか、やっぱり早く点を取って、はい、まあ、いろんな人に認められたいっていう気持ちももちろんありますし、はい、まあ、一番は自分がスッキリするっていうのかな。そうですよね。でも、はい、絶対取れないですよね、このフリーキック。まあ自分が思った通りのところに行けば、取られない自信はありますよね。ああ、はい。ありがとうございます。はい。徳重選手、キーパーとして、やっぱこのフリーキック、取れないですか？いやーって言ってたもん、後ろで見てて。これは無理だろうっつって。でも、ね、フリーキックを練習するとき、はい、大体ケント入ってくれないんですよ、練習。え、なんでなんですか？いや、わからないです。え、入んないですか、僕。全然入ってくれないんだよね。いつも大体富。ああ、富澤選手か。そうですね、富結構入ってますね。すいません。今度お願いします。お願いします。決められんのか。練習で決められんのか。気持ちよくさしてよ。はい。じゃあ次、徳重選手。最も印象に残ってるセーブシーンありますか？おととしのホームの戦での PK、はい、あれですね、うん、こちらも映像準備しております。映像お願いします。いやーこれキッカー伊藤選手ですかね。そうね、そうですね。はい。素晴らしい。ここでも伊藤選手あれですね、めちゃくちゃ喜んでましたね。はい。めっちゃこの後ちょっと、あ、この後で磯村選手喜んでたんですけどね。熱いハート持ってますね。どこいる磯？おらおら、痛い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 。で三好さんがこう伊藤翔の PK の確率っていうのも伝えてくれてて、試合前に。でもそのスカウティング通りに飛んで、はい、まあ防げるっていう感じのシーンだったんだけど。じゃあもう作戦通りというか。作戦通りね。そう。へえ。あの試合は、はい、ほら残留争いをすごいやってる時で。はいはいはい、その止めた後に、まあ、磯だったりとか他の選手もこう自分のところに駆け寄ってきてくれて、はい、でもその
スタジアム全体がなんかそういう風に自分に来てくれてるっていう感じが、うん、もうすごいして、あの瞬間に、はい、あ、これはすごいなっていうのを試合中に感じたっていうのが、まあ、すごく自分の中では残ってる。ありましたね。まあ、ゲームは、ね、負けちゃったんだけど、まあ、でも雰囲気ありましたよね、うん、確かにすごい。だ、止めたことよりもその止めた後の一体感っていうか、はいはいはい、そういったのがすごかったなっていう。なんかあの止めたこともすごかったですけど、その後のあのあれ、オナガ選手ですかね、あれはすごいよセカンドをですよね、すごいよ、あれなかったら多分詰められてたっていうのもあるし、詰められてる、ああいうところなんかあのまああのピッチに立ってた選手全員の、うん、なんか気持ちっていうのすごかったですよね、あの時、うんうん、ですよね、まあ、感じたな、確かに。ではですね、次も見ときますか、徳永選手、角田選手のゴールシーンも。おい、いきなります、お願いします、去年の流しちゃおう、お願いします。ではお願いします。お願いします。少々お待ちください。これでもめっちゃ覚えてんだけど。はい。雄平めっちゃ首伸びてんな。最後。グイッと。俺ちょうど後ろにいてんけど。これは。そう、すんげえ首伸びんなと思ってて。これっすね。最後めっちゃ伸びてますよね。あ、すげえなって俺見れたよね、後ろから。確かにめちゃくちゃ伸びてますね。すんごって伸びてるね。いそうはいないですね、磯村。いないか。惜しかったな。いそういないか。はい。角田選手のもそのままありますかね。すみません、少々お待ちください。G1 逆転ゴールですね、これはベルディ戦。はい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 。これまでもボール良かったからね、もうほとんどボール良かったですね、傭兵のボールが。はい、これですね。そう、多分これも狙い通りですよね。え、狙い通りですね、パターン通りですよね。そう、これも三好さんのおかげやね。ですね。これも三好さんがあそこが開くっていう分析をしっかりしてくれたんで、はい、三好さん本当喜ぶと思います。ほんま三好さんのおかげやで。あとあれですよね、これ地味に徳永選手絡んでますよね。嘘、俺、はい、え、嘘じゃないでしょ、これ。俺どこいる？雄平が前で潰してんじゃない？そうです、そうです。ニアを、そうだ、ニアのやつを潰してるから。そう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 。そういうだって。その役割やった俺。はい。ちょ、もう一回にしてもらっていい？もう一回出ますか？もう一回出ますか？すいません、これちょっとあのライブなんで時間もかかるんですけど、もう一回いけますか？いやいや、無理だったらいいよ。はい、行けます。行けます。行くね。行けます。行けます。電波もいいです。あ、確かに雄平が、あ、雄平。ほらほらほら。あ、本当だ、はい。ちょっと遅れてるね、ちょっと。確かに。ディフェンダーが少し、うん、遅れてる。しっかりブロックして。うん、しかもあれ、ドゥやろ、近藤やろ。あ、そう、ね、あ、そうそう、思い出した。ね、ドゥやな。うん。じゃあこれもう。近藤直也選手。はい。3つ揃いましたね。ボールと入りとブロックが揃ってゴールが生まれたという。そうですね。はい。分析通りの、まあ、三好さんのおかげですかね、これも。そうですね。それやね。いや、喜んでんだろうな。絡んでくるね、三好。これ喜んでるわ。ですよね。うん、多分見てる今。絶対見てます。絶対見てる。
で、なんかいいっすね。あの、選手の皆さんに解説しながら映像を振り返るっていうの結構いいですね。なんか。ありがとうございます。はい。では、続いてのテーマに、徐々にちょっと熱く熱くなっていきたいと思うんですけど、クラブへの思いということで、長いキャリアの中で、ここ長崎で、チームを引っ張っていただいている皆さんですが、その熱い思いっていうのをちょっと聞いていきたいなと思います。まずはじめに、移籍の決め手になったことは何なのかっていうのを聞いていきたいんですけど、じゃあ、徳重選手からいいですか？そう、僕の場合はやっぱり、高校時代に、国見高校で、はい、年間すごい長崎県にお世話になったっていうので、はい、恩返しを自分で何かできたらなっていうのは、まあ、いつも思ってたことだったし、はい、まあ、ちょうどその、すごいタイミングがその時に、自分が神戸から移籍をするかどうかっていうタイミングで、長崎から移籍の話、オファーを、はい、一番早いタイミングでいただいて、やっぱり自分のそういう気持ちと、そのオファーをくれるタイミングとか、いろんなものが重なって、もう一度長崎でサッカーをしたいっていうふうに決めて、移籍、はい。ああ、じゃあやっぱり恩返しっていうのが一番大きかったですかね。そうだね、うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、徳永選手。はい。はい、まあ、僕も健太と一緒なんですけど。はいはい。そうですね。はい、出身がもう長崎で、もういつかは絶対地元でプレーしたいと思ってて、本当にあとはもうタイミングと、そのオファーをいただいたっていうのがうまくこう重なって、長崎でこうプレーできる機会をいただいてるっていうのは本当にまあ、はい、幸せですね今。あ、はい、やっぱ恩返しですね。そうですね、地元でやっぱり、はい、まあ本当に純粋に地元でプレーしたいっていうのがやっぱり一番大きかったですね、はい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、角田選手。はい。まあ、地元じゃないんですけど。はい。ですよね。じゃないんですけど。まあ、でも、長崎っていうチームが、その、俺が来る前の年に、僕、清水でね、清水で、はいはい、エスパルスで、アイスタでやったときに。ああ、はい。1-0 で長崎勝ったじゃん、はい。はい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 。初勝利ですね、あれ J1、ね。そうそうそう、あれ初勝利だね。はい、あれ、飯尾竜太のクロスと武蔵かな。武蔵のベース。はい。そう、で、それを見てて、でもその時サブやったんですけど、はい。で、あの時長崎はすんげえいいチームやなって、まあ正直思ってて、はい、まあ。攻撃的じゃないんですけど、まあみんなよく頑張るし、まあその時の長崎のサッカーが良かった。で、長崎から話した時に、はい、あ、もうすぐに、あ、行きたいなってのを思いましたね、あれを見て、あれを、あのイメージがあって。はい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 。で、まあ、その一つ、九州にも住んでみたかったっていうのも一つあるかな。あ、それは、なんですか、九州。いや、もう北は仙台で、関東にも住んで、関西にも住んで、はい。で、まあ、あとは九州ぐらいなんで行ったことないのは。はいはい、あ、だから一度は住んでみたいなと思ってましたね。ありがとうございます。はい、じゃあ玉田選手。はい、ありがとうございます。まず移籍の決め手教えてもらっていいですか？はい、決め手はですね、はい、まあ、一番最初にオファーくれたっていうのが一番ではあります。はい、まあ、僕も地元じゃないし全くゆかりはないんですけど、はい、まあ、直感で行きたいなっていうのもあったし、うんうん、その僕去年入ってきたんですけど、一昨年に、まあ、グランパスの時代的に、はいはい、グランパスホームでアウェーの時に前アキラ社長が見に来てたんですよ。
はいはい。その時に、もう全くお会いしたことないんですけど、はい、田村さん、こんにちはって言ってきたんですよ。握手してきた。そのオファーをもらった時に、それがすごいパンって脳裏によぎって、それも移籍した一つでもあんのかなって、今思ったら思いますね。なんか偶然じゃ、そういうのって人間覚えてるのかなって。はい。その時、社長、声高かったですか？声高くて、最初何言ってるか分かんなかった。よくないよ、その振り。あ、全然。それはちょっとよくないね、舞ちゃん。今のはよくない。ごめんなさい。じゃあ、今、長崎を、まあ、どのように思ってますか？長崎、どんな感じですか、今。長崎ですか？長崎という町？あ、町。はい。町は、クラブもそうですけど、はい。はい。まあ、町は、まあ、他の今、名古屋とか、千葉とか、大阪住んだんで、はい。まあ、すごく、まあ、いい意味で田舎感があって、僕はすごい好きだし、はい、はい。まあ、すごくゆったりしてるなとは思います、町は。でもクラブは、はい、なんて言うんだろう、まあ、これからどんどん良くなっていくっていう可能性を僕はすごい感じますし、はい、まあ、その手助けができたらなとは思ってます。あ、もうぜひぜひよろしくお願いします。はい、すいません、素敵な T シャツを手にいただいて見えちゃった見えました、はい、正面にプリントされてる15のロゴの中に長崎らしいイラストあるんですけど、はい、何か、これ全部じゃないんですか？いや、全部です。わかりますか？ビビ君、ビビ君でしょ？あ、ビビ君、はい。メガネ橋。あ、メガネ橋。わかる。行き上中あんの？行き上中あるでしょ、長崎って。どこ？行き上中。ないかんないよ。サセボバーガーね。あ、サセボバーガーありますね。はい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 。ランタンとかも入ってますね。ランタン？はい。くんち？長崎くんちでしょ。はあ、はあ、はい。ありがとうございます。はい、はい。楽しい T シャツを来ていただいて。でですね、後ろがちょっと僕出しますね。こういう風になってまして、見えますか？見えます。見えます。クラブ創設からの歩みを年ごとに載せてるんです。で、クラブの歴史、そして長崎のクラブである誇りと、感謝の気持ちを込めたデザインになってます。うん、伝わってます？すごい伝わってるよ。すごい伝わってくるよ。ちょっと下手だったから、すいません。今年、ビュアル長崎15周年を迎えるんですけど、本当はホームゲームでイベントとかを企画してやりたかったんですけど、コロナの影響でできなくなって、まあ、現在、そのオンラインで15周年をお祝いする企画、まあ、ビファーレン長崎レジェンドトークライブっていうのも計画してるんです。で、それに先駆けて、今、玉田選手が着ていただいている15周年オリジナル T シャツを公式オンラインショップで販売中ということで、ありがとうございます。詳細は YouTube の概要欄にオンラインショップの URL を記載しておりますので、ぜひ、ご確認をいただきたいなと思います。玉田選手が着ていただいている T シャツになります。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、時間なので、最後に視聴者の皆様へ、皆様からメッセージを一言ずついただきたいなと思います。まず角田選手いいですか？はい。まずは本当ね、この今の事態が早く良くなることを願ってますし、
まあ本当サッカーが再開したら本当みんなの声援をスタジアムで受けたいなと改めて今思いました。まあ今まで普通だと思ってきたのがもう普通じゃない、このようにオンラインでサポーターの人と交流するっていうのもね、本当今までなかったことなんで、まあ、こういう時代もあるかなと本当に身にしみながら、まあ、本当パワー、そのサッカーが再開した時にしっかりパワー出せるように今は準備してますし、皆さんも僕たちの試合を楽しみに、本当これからの生活共に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます、徳永選手、はい、お願いします。はい、まあ、今のこの状況をみんなと一緒に乗り越えていきたいと思ってますし、まあ、本当にそのサッカーできるようになったら本当にスタジアムでまたいつも その日常をみんなで取り戻して、でまたスタジアムで盛り上がっていきたいと思ってます。その時まで、まあ、今は我慢ですけど楽しみにして一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。選手お願いします。え、まいちゃん誰？俺？あ、徳重選手、はい、お願いします。そうですね、やっぱり新型コロナで自粛の時間がすごい長くて、当たり前だったサッカーの練習とか試合が今なくなってしまって、もうすごく僕たちチームも寂しいし、ファンサポーターの方も寂しい思いをしてると思うんですけど、やっぱりこれを再開後乗り越えることで今まで以上の喜びだったり一体感っていうのは絶対僕たちに生まれると思うので、今はみんなで一緒に我慢の時間を耐えて、また再開後によりパワーアップしたビファーレン長崎で戦っていけるようにみんなで乗り越えていきましょう。はい、ありがとうございます。では最後、玉田選手お願いします。はい、まあ、さっき健太も言ったように、今っていうものを乗り越えれば本当に一体感っていうのを感じられると思うし、まあ、サポーターの皆さんのためにも僕たちは一生懸命やりたいと思います。で、まあ、本当に今は長崎は比較的感染者っていうのは他の地域と比べて少ないですけど、まあ、あんまり、軽く見ずに責任になる行動っていうものを、まあ、僕たち自身もそうですけど、取っていってほしいなとは思います。その上で本当にね、新しい長崎だったり新しい日本っていうものが見えてくると思うので、今は自粛して、我慢して新しい未来に向かって、共に頑張っていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。もう時間も時間なので、皆様本当に楽しい時間をありがとうございました。ゴールデンウィークから4回にわたってステイホーム企画やってきました。大変多くの方に視聴いただき本当にありがとうございました。ビファーレン長崎はこのグループのトークを見たい、こんなテーマで話してほしいなど皆様からのご意見を募集しております。アンケートの回答は現在表示されてますね、はい、表示されている画面の QR コードを読み取っていただく、もしくは YouTube の概要欄記載の URL から、回答をお願いします。またアンケートを回答いただきました方から抽選で1名様に現在玉田選手が着用されているサイン入り T シャツ、サインを入れていただきますので、その T シャツをプレゼントしたいと思います。皆さんぜひ回答をお願いします。それではビアーレン長崎ステイホーム企画第4弾ベテランと語る以上で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さん手を振ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。